白樺湖周辺の空中写真、1976撮影、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。白樺湖は、長野県千野市と北作郡立品町の境、八ヶ岳中心高原国定公園に属する、立品高原池の平らにあるため池。 周囲約3 8キロメートル、面積約36ヘクタールの人造湖で、湖面標高は1 4 1 6ル。元は農業用水を確保するため建設された人工の温水ため池で、千の市北山柏楽民で作る池の平土地改良区が水利圏、漁業圏、管理圏のすべてを持つ。また用地は縦品町域を含めた湖域及びビーナスラインにより、 南側の湖周囲一帯すべてが、地の北山柏原財産区の所有である。完成時、当時の物ノ香るカオル県知事が、立品大池と命名したが、土地を所有する柏原区民には、不評を買った。代わりに、区民が発案した白樺湖が通称として用いられ、管理する。 北山村池の平高知整理組合が池の平土地改良区に改称した1953年に正式名称となった。1950年代から土地改良区及び財産区自身の手で貸しボートやカヌー、カヤックなどの観光娯楽設備が整えられ、さらに財産区自身が開発主体となって観光開発を実施。区あり地を貸し付ける形でスキー場やホテル、 遊園地などが整備され、長野県下有数のリゾート地となった。かつては凍結した冬の湖面で若さぎ釣りも行われた。造成本来の目的である、農業用ため池としても現役であり、地の市田山、米沢、地の地域の水田500ヘクタールに水を供給している。湖畔は、国道152号が通っているほか、財産区あり地境界沿いにビーナスラインが通過している。 白樺湖がある池の平は、もともと白樺屋から待つ、足などの植物が茂る、おとなし川源流の静かな高層湿原で、周辺は、古来から、諏訪郡柏原村と北大塩村の村民の入会地、柏原山の一部として、採草や炭焼きに利用していた。大門峠の手前に山小屋があり、地元青年会の運動会場としても利用されていた。 この池の平の北半分を含むヤ子が、峰北川一帯は、江戸時代、作軍芦田村との所属をめぐる、争いの結果、柏原村が敗れて、芦田村の所属となったが、池の平北川の芦田村竹品八が、の地積百丁部余りの土地について、北山村柏しが1905年、芦田村川の財産組合から4000円余りで、購入。 1912年7月5日に、柏楽前区民名義に所有権が移り、足田村域を含む池の平全域が柏財産区の区あり地となった。1935年頃から区内で造成の機運が高まり、1938年、ため池に流入する量と同量の温水を放流し、モテ例外を完全に除去せんとすとの目的を掲げて、 北山村池の平高知整理組合が設立された。組合が数回にわたって国や県に陳情を行った結果、造成工事は県営北山村ほか三加村農業水利改良工事として1940年5月に着工した。総工費24万円のうち半分の12万円は国の補助金が充てられ、残りを県と地元とが3対7で負担したが、 1944年には、資金難を理由に県が工事を打ち切ったため、不足の15万円をカシュワラクが負担し、地元住民や、旧生素は中学校生徒らを動員して1946年11月に、竣工した。県営事業のため管理は引き続き県が行ったが、1948年4月に、北山村池の平高知整理組合に管理権が移管され、 古州一帯を含むすべての権利を、柏楽が持つことになった。しかし、停滞からの漏水が激しく、1949年には、コンクリートを注入する漏水補強工事が県と地元で行われたが、柏楽が費用負担を拒否したため、区民有志で作る代行組合の出資で行われた。白川湖と縦品湖完成後、音無川、渋川流域から取水している大河原関。 滝の湯川、渋川流域から取水している滝の湯関の二大関が灌漑している地の地域では水筒の例外被害は格段に減少した。完成当時は観光に利用する意図は全くなかったが、間もなくにじます、若ギ、鯉の養殖が始まった。ヤコが、峰からも、固定の音なし川旧華道や大門街道がはっきり、見え、 水没して腰した白樺林が湖面に突き出ていた。白樺湖の観光開発は、縦品高原などのように資本力を持つ外部の観光デベロッパーの手に委ねず、観光施設やスキー場、別荘などを建設する企業や個人などに対し、北山柏良財産区が直接区あり地を貸し付けたり、財産区の自己資本で開発する方式で行われてきたのが特徴で、空の林野や、 土地の売却は一切行われていない。土地貸付収入は、柏原財産区の主要財源となっており、収益は財産区を構成する在来の柏原区民に分配されている。また、柏原区民で作る池の平土地改良区事業部は、白樺湖観光センターの運営、貸しボート営業などの直営観光事業を行っている。 1949年2月、諏訪自動車が、千の駅東、白樺湖間に着いた地位置往復の路線バス運行を開始したのを受けて、同年から、柏子楽内農家による菓子馬組合が発足し、夏季の作業がない農耕用場の有効活用として、観光菓子馬業が開始、区民によるバンガロー経営も始まった。1950年11月20日には宿泊施設や、 飲食店、土産物店などで作る白樺湖地区観光協会が、1952年には、白樺湖旅館組合がそれぞれ発足。1951年には、区に代わって、漏水補強の費用を負担した代行組合が、池の平高知整理組合から、古城の管理運営権を得て貸しボーと営業を始め、1954年に、池の平土地改良区事業部へ営業が引き継がれた。 北山郵便局が、電電校舎から受託して、北山村内の交換と加入の取り扱いを行っていた電話は、白河湖地席で1954年に設置が許可され、11個に電話が置かれた。同年には、国鉄バスが、上田マリコ電鉄マリコ町駅東、白河湖間で、路線バスの運行を開始し、地の駅東、白河湖間の諏訪バス路線との連絡運輸を始めた。 後に選挙区バス、松本電鉄も白樺箱まで乗り入れ、白樺箱は高原観光交通の要所となった。1957年に1月には池の平土地改良区直営の白樺箱スケート場がオープン。1962年7月には県営白樺箱ユースホステルが完成した。 徐々に伸びていた入り込み客数は1963年から激増し、当期にはスケート合宿が盛んに行われるようになったこともあり、湖畔には約250棟のバンガローが建設された。さらに、こうしたバンガロー経営などの収益金をもとに、柏楽民の手で湖畔に旅館やホテルなどの宿泊施設が整備された。1964年5月10日に、 縦品有料道路白樺線が開通したことを受け、翌1965年から白樺湖と縦品の間で、諏訪バス、選挙区バス、国鉄バスによる三者共同運行の路線バスが運行を開始した。同年には白樺湖、ヤコが、ミネスキー場が開設されたほか、個人別荘や企業、学校の寮も次々と建設された。高度成長期のレジャーブームに乗って、 県内を代表する観光地となり、観光施設数は1957年の宿泊施設11施設、個人別荘6棟から、1985年には宿泊施設約45施設、個人別荘約500棟、企業、学校寮約40施設を数えるまでになった。一方、観光開発の影響でホテルや旅館から流入する汚水によって、 湖水の汚濁が急速に進んだ。科学的酸素要求量、大腸菌群数がともに環境基準値を超える状態となり、1969年頃からは青子の発生が確認された。このため、柏楽と関係事業者、茅野市及び立品町が白樺湖浄化対策協議会を設立。1975年にスタートした国の 特定環境保全公共下水道整備事業の第一号として事業認可を受け、漁師長による白樺湖下水道組合が発足した。汚水が白樺湖に流れ込まないよう個州に4本の汚水幹線を付設し、各施設の下水を一括して処理する白樺湖下水道浄化センターが白樺湖直下の大門街道沿いに開設され、1981年から運用を開始した。 白樺箱観光の衰退白樺箱の年間入り込み、客数は1980年代にかけて年々増加し、同年代末にピークを迎えたが、1991年の152万8100人を、最後に前年割れが続くようになり、約20年後の2012年には半減の74万8700人にまで落ち込んだ。この間、2007年には、 柏原出身者が経営する、湖畔大手の宿泊施設の一つ、白樺湖、ホテル山前が破産して閉業するなど、複数の宿泊施設が相次いで廃業し、それらの施設が廃墟化して放置される事態となった。さらに、わずか10年ほどの間に加盟事業者数が68、施設から40施設に激減した、白樺湖観光協会は2009年、運営に行き詰まり、 地野市を通じて借り受けた温泉施設、鈴蘭の湯建設費のうち約3億8千万円を市に返済できないまま解散した。白樺湖周辺は観光発展ともに観光業に従事する移住者が急増して1978年には新たに白樺湖区が発足。区の世帯数、区民数は1995年には247個491人と、 柏シ区を越えたが、観光の衰退とともに減少に転じ、2010年には125個225人にまで減少した。別荘地も柏財産区、柏農協を合わせて586区画を造成しているが、貸付は2006年現在で483区画、うち建築済みは388区画にとどまっており、2010年、 現在、浄水道給水を受けている個数は117個に過ぎない状態となっている。財産区の土地貸付収入も、ピークの1993年には、年間7911万7000円を得ていたが、山前などの破綻廃業が続いた2000年代後半に、入っての落ち込みが大きく、2010年には3203万9000円に、とどまった。 2011年には宿泊施設5施設が白樺湖のイメージアップに取り組むことを目指して白樺湖温泉旅館組合を発足させた。2019年には長く放置されている白樺湖ホテル山前の建物群のうち湖畔の本館が本館用地の地権者である柏原農協による大執行で解体された。跡地は隣接する池の平土地改良区直営の白樺湖。 観光センターや駐車場と合わせ、地野市が公園や駐車場などを整備することにしている。ありがとうございます。